んにとかお父さんに言えない思いとかね、いろいろあると思うんですよ。私もすごく恥ずかしがり屋で、こちらのステージに立つ前もいつもめっちゃ緊張しても心臓バクバクしてるんですけど、ね、私はこうやって歌うことによってですね、お母さんに気持ちを届けたいなとか、皆さんに気持ちを届けたいなとか、自分の気持ちを知ってほしいなとかいう感じでね、歌っております。私は歌でしか伝えませんが、皆さんどうか、どうかじゃないな、いつも